多分その福岡のある種ランドマーク的なことになると、はい、バンコクの非常に有名なシェフの方と一緒にお店を、はい、この出されていくと、はい、1階と3階にはレストランで、2階は、ちょっとシアター、まあ、劇場型の食事ができるところ、遊びの幅が少ないっていうところも中日本人の方ってあるんです、まあ、それ以外のお客さんを楽しませるっていうことが大事なんだなっていうのは、なるほどですね。新しい食の形を考える一皿ジャーナル第14回が始まりました。本日のゲストは福岡県博多にあるラ・メゾンズ・ラ・ナチュール・ゴーでシェフを務める福山豪さん。お話をお伺いするのは一皿編集長小西克弘です。よろしくお願いいたします。豪さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日の夜博多に入って、はい、夜中ディナーをこちらでいただいて、で今日マッシュをさせていただいてるんですけど、はい、どういう場所って言えばいいですか。そうですね、はい、福岡市の中央区の西中洲っていうここエリアなんですけども、うん、天神っていう繁華街と、うん、中洲っていう繁華街のちょうど間にある、うん、ちょっと少し大人っぽい小さいエリアなんですけども、うん、皆さん福岡の人も結構好きなエリアです。もう19年とおっしゃいましたっけ。そうですね、2002年にオープンして今19年目、ね、変わりました。やっぱりこの辺の雰囲気とか。そうですね、やっぱ福岡っていう街自体がやっぱりもう20年前から比べたらだいぶ変わった感じはしますね、うんうん、マンションが増えたりとか、まあ、もちろん結構住む人も増えたんですけど、やっぱりこう人の往来が増えて、なんかちょっとこう観光地っていう観光地はあんまり福岡でないんですけども、まあ B 級グルメからまあしっかりした食事まで結構なんか食を目当てで、まあ国内の方、海外の方が福岡にこう集われるような形になったような感じがします。はい、で昨日、まあ、夜中来させてもらって、はい、夏のメニューを、はい、いただいたと思うんですけど、はい、なんかこう特徴的なものといいますか。そうですね、今は、まあ、基本的には九州の食材を中心に、使っていこうっていう感じがします。やっぱり少し、まあ、地元の方とか、うん、まあ、福岡の方が、うん、まあ、1回食べてもまた、うん、まあ、数ヶ月後には食べていきたいなっていうような、まあ、フランス料理っていうのはっていうよりは、まあ、フランス料理のベースで、まあ、技術とかそういったもののテクニックは使うんですけど、うん、まあ、日本人の方が食べやすいようなお味付けにしてるっていう、うん、だからなんか優しい感じというかね、別にそのフレンチとしてとんがってるわけでもないし、なんかそこはお人柄みたいなものが出てるのかなっていう感じもすごいするかなと思うんですけど、でそんな豪さんなんですけど、はい、実は今回お邪魔したのは、はい、今、まあ、イベントもやってらっしゃるんですけど、はい、ガラン・アナンドさん、はい、バンコクの非常に有名なシェフの方と、はい、コラボレーションなさって、はい、一緒にお店を、そうですね、出されていくと。もともとはですね、はい、今年出す予定だったんですけど、うん、まあ、コロナでちょっと今伸びて、うん、一応来年の秋を今、うん、目指して来年の秋、はいはい、目指して準備してます。はい、まあ、まだ分かる範囲で結構なんですけど、はい、どういう感じのお店になる予定ですか。そうですね、少しお店は移転してちょっと違う場所に行くんですけども、うん、まあ、3階建てのちょっとこう建物ができまして、うん、まあ、その1階と3階にはレストランで、2階は、ちょっとシアター、まあ、劇場型の、まあ、食事ができるところを今考えているところですね。じゃあ豪さんはもうそちらの方で結構メイン、はい、そういう感じになると思います。ね、3階建てとなると結構ランドマークみたいなイメージですか。なそうですね、まあ、建物も結構、まあ、デザイン的にも素敵に出来上がるんで、うん、まあ、逆にまあその豪華な人とか、うん、まあ、いろんな方がこうそこの建物を見に来るようなものにはなるんじゃないかなっていう感じはするんですね。うん、ただまあ僕たちはその建物、まあ、観光名所だけにならないようにして、うん、やっぱり、来ていただくお客様に喜んでもらって、うん、まあ、中で食事してもらって本当に楽しかったなと思うような、うん、まあ、そのソフトの面をしっかり作っていかないといけないなと思ってます。相手がガランですから、そのうまくそのコミュニケーションどうだ。僕がもう少し、ね、英語喋れればもうちょっといろんな頻繁にいろんなことを話せるんでしょうけど、なかなかその英語が話せないんで、うん、まあ、ちょっと元気なのかとか、まあ、そういう会話しながら、うん、まあ、ちょっとこう軽く
会話のキャッチボードしてるような状態です。え、ズームかなんかでもやられてるんですか？あのちゃんとした会議はズームでやってるんですね。ね、はい、あ、そうするとお店のイメージとかは共有できていて。そうですね、本当なんかいつも今、はい、ポップアップとかで11回12回ぐらいガガンと一緒にやってきたんですけども、はい、基本的に、まあ、いろんな場所でやっていくイベントも、はい、大体3日前に入って、2日前にメニュー決めて、1日前に仕込んで、そのサービスをするって感じなんで、もともと彼の性格とかからすると、そんなに前々からずっと考えて、緻密に計算していくっていうよりは、もうその時のジャストアイデアでどんどん突き進むタイプなんで、ただ逆にそこを求めるのはちょっとなかなか難しいなと思います。でなんかね、そのゴーさんとガガンさんっていうのは、はい、なんでそんな仲いいんですか？なんかすごい仲いいですよね。そうなんです。もともと、うちに10年以上前から来る、中国人のお客さんいらっしゃって、であんまり僕お客さんと、会話したりすることがあんまりないんですけども、まあずっと、まあ、年に何回か来る外国人でも、まあ当時全然本当にうち外国のお客さん少なかったんで、珍しくて、でまあ、一回ちょっと外で お酒を飲む機会があった、まあ、その時に初めてガガンと会うようになったんですね。なんか意図があったんですかね？その時は本当になくて、もう本当に笑顔で会話ぐらいだったんですね。あ、そうなんですか。はい、でも一緒になんかそれで翌年彼が福岡に初めて、来て、でその時にちょっとこう家で食事した後に翌日に有田に器を飲みに行ったりして、まあ友達、僕も友達の英語をしゃべれる子を一緒に車に連れて、まあ、ちょっとこうドライブがてらい、でもその時もまあそんなに、まあ、普通にしゃべる友達ぐらいだったんですけど、まあ翌その時の8月に、共通の友人の誕生会をうちのお店でする予定だったんですね。でそれに多分ガガンも招待されてたんですけども、それをサプライズでガガンが一緒にご飯を作ろうって言ってきて、それがなんか彼が一緒に僕と仕事をするような最初のきっかけになりました。なんか面白いですね。そのシェフの方ってね、まあ、ミュージシャンみたいなもんで、インターナショナルに言葉が別にできなくてもできますよね、なんかコミュニケーションがね。はい、1回目2回目は僕もその英語を喋る友達を入れて、まあ、通訳に入れてメニュー決めからきっちりしてたんですけども、まあ、3回目ぐらいからは、まあ、なんとなくもうなんとなく会話して、もう本当にやり始めた。メニュー一緒にポップアップやるときって、はい、メニューとか どういうふうにして決めるんですか？よく、まあ、大体、まあ、福岡以外のいろんな土地でやったりするときもあって、まず、まあ、コンセプトを決める。まあ、例えば今回はフランス料理をベースとして何か一緒にやっていこう、で、まあ、その時の食材現地に行っていろいろ見て、でお互いのアイデアをずっと出し合っていって、まあ、15品ぐらい決めていくって感じなんですね。はい、だから、まあ、僕はこういうものを作りたい、ガガンがこれはこう、僕がこのソースは作ろうかとか、ガガンこういうものを作るから、まあ、ちょっとじゃあ出汁はこういったものを僕は引こうよとか、本当なんかそういう感じでメニューが作り上げられていくって感じですね。やっぱりそのミュージシャンと同じで、やっぱりその合うセッションうまくできるタイプの人と、そうじゃないってやっぱあるんですね。そうですね。やっぱなんか、まあ僕もガガンも結構まあなんですか、適当な人間っていうか、もうざーっとしてる感じなんで、だからまあ合うかなという感じなので、やっぱりこうきっちりしてる方だと、多分ガガンはなかなか合わない、踊りますからね。踊りますしね。もうだからなんか本当に、まあ僕たち日本人ってやっぱり物事をきっちりできる、まあなんか人種というか、なんかいろんな海外で仕事するたびに本当なんかそう思う人種なんですけども、逆にちゃんとするからちょっとこう遊びの幅が少ないっていうところもなんか日本人の方ってある。それをなんかガガンとか、まあ、海外のシェフとそういうイベントすることによって。なんかそういうなんか、まあ、もちろん料理を作ることっていうのは大事だけど、まあ、それ以外のお客さんを楽しませるっていうことが大事なんだなっていうのは思いましたね。なるほど。ベスト50の話がありましたけど、まあ、アジアのベスト50の話ですけど、はい、郷さんもね何度もこう、はい、ランクインされて、今年は京都のチェンチさんと、はい、アイダさん、ビラアイダさんですね、はい、小林さんとこうがランクインして、地方の、まあ、レストランが
結構注目されたというかですね、はい、と思うんですけど、まあ、郷さん最初からその東京におられないのにもうその中でランクインされてたということで、そういう話っていうのは結構出ました。これからは地方で何かやっていく時代だとか、うん、そうですね、あんまりなんかもうそれも結構スタンダードというかもう普通になってきて、はい、うん、いろんなそこの情報のスピードでこういう地方のレストランもなんか注目されやすくなったのかなっていう感じがしますね、うんうん、それのなんかちょっと先駆け的なことを郷さんがされてたのかなっていう感じもするんですけど、ね、何もしてないんですよね、うん、まあ、偶然、はい、あの、そうですね、何もあんまり、うん、僕はあんまりキューティーのことも知らないし、うん、あんまりそういうことってやれば、うん、福岡の地元の人が、うん、まあ、毎日お客さん来てくれるようにっていう感じでしか思ってなかったですね、うん、だからあんまり外に発信しようとかあんまり全然思ってなかった、うん、あんまりそういうタイプではなかった、ね、そういうタイプではなかったね、うん、逆にそれが良かったんですかね、そのローカルできっちりやることが逆にそういった人たちから支持されたり、まあだからまあその50入った当時で15年ぐらいだったんですけど、うん、まあ、ほぼほぼお客さん毎日満席で来ていただいて、うん、まあ、それのちょっとね、まあ、ご褒美ぐらいだったのかなっていう感じですね、うん、あまりだからそういうじゃあアジアベスト50狙いたいとか、うん、いろんな人有名になりたいとか全くもっと思ってなかったので、うん、はい、これからもそういう気持ちですか。基本的にはやっぱり福岡の地元の方に好かれるお店をまず作って、うん、特になんかやっぱりそこがないとなかなか、うん、やっぱりこう長く支持されないのかなっていうところが福岡の人っていうか九州の方に まず喜ばれるお店を作って、まあその延長線上でまあいろんな方がまあ喜んでいただければいいなという感じですね、うんうん、その新しくまあガワンと一緒にやられるところっていうのは、はい、多分その福岡のある種ランドマーク的なことにもなると思うんですけど、はいはい、郷さんとしては具体的にどういうものをそこで出していくで、どういうお客さんが来てくれたらいいなみたいなイメージ、うん、なんか、まあ、理想でもいいんですけど、はい、ありますか。そうですね、まあ、自分も50歳からのチャレンジになるんで、うん、まあ、あと多分最後の、まあ、お仕事というかまだ長いですよ、まだ長いでもまあ今回その3層によってレストランの、ね、まあ、色が3つ違うんですけども、ね、まあ、本当に食に興味があるいろんな方が、うん、まあ、楽しめるような、お店作りをしたいな。だからまあ特別なそのまあなんでしょう、高級なものが好きというか、なんかそういう、うん、まあ、ガストロノミーが好きな人とか、うん、もちろんカジュアルが好きな人、うん、まあ、いろんな方がいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ、そういう方をできるだけいろんな人に、うん、まあ、こう評価されるようなお店作りをしたい、うん、でまあもちろん料理として、まあ、頭に美味しいというのは残ってほしいんですけども、うん、まあ、また来たいという、まあ、記憶に残るようなお店作りをしていきたいなというのが今回、うん、一番、まあ、思っている感じですね、うん、思いとしては持ってらっしゃる、はい、っていうことです。まあそれはそうですよね、はい、あそこに地下鉄の駅も、来年か再来年できて、うん、でまあ、ちょっといろいろあの辺りのちょっと住吉という地区なんですけども、うん、まあ、より盛り上がっていけばいいな。本当あの川沿いも少し船とかつければまあ、ちょっとこう食事前にあそこからこうちょっと玄関の方にパッと出て夕日を見た後に帰ってきたりとか、まあなんか食事だけじゃなくて、まあそういう記憶に残るような思い出に残るようなお店になればいいなと思います、うんうん、でもそのまあご本人は若干否定されるんでしょうけど、郷さん自身がある種その料理界のアイコンみたいになっててね、あの郷さんの発信が博多発だけど日本のみならずアジアとか世界に対してこう届く発信力をお持ちの方だと思うんですよね。全然ないと思います、ね、うん、いやありますよ、もちろん思うのでまあ、そういう方がなんかちゃんと正しい発信をねしてくださると非常にいいものがこう世界に伝わるのかなという気がします。うん、でいい点はそれがまあ博多とかね福岡とかのためにも、うん、地元のためにもなるのかなと思ってはいるんですよ。ですから頑張ります。すごい期待してますので、はい、ぜひ ですね、ね、楽しみにしておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。